やあやあ、よく来てくれた。我がメタルテクニカ社のラボへようこそ。君が忙しいのは重々承知だが、どうしても学んでほしいことがあってな。今から装備品を鍛える方法を学んでもらう。先の任務でクォーツを入手しただろう。装備品はそいつで強化できる。君はこれから大量の装備品を得るだろう。当然いらないものも出てくるはずだ。そういうものは分解してマテリオにしろ。マテリオはショップの交換所に持ち込め。それではまず強化をやってみてくれ。説明は以上だ。では任務に戻ってくれ。仕事はひっきりなしに来るからな。次の任務までまだ時間はあります。ソフィアさんのところでいろいろと試してください。今は軌道の日常に慣れること、学ぶべきことを学ぶのが第一ですから。そして任務を受ける状態が整ったらいつでも私のところへ来てくださいね。新しい任務です。労働区で行方不明の女性を探してください。第一の光が落ちてから労働区は特別警戒区域に指定されました。あんなことになって今は見る影もない。嘆いても仕方ありません。任務に集中しましょう。それがわからないのです。依頼人の情報もありません。こんな任務は初めてです。ちょっと待った。セイディ、今べっぴんさんの救出って言ったか。そういった情報については開示されていませんが。いいや、美人さんに決まってるね。俺のラブリーレーダーが反応してる。何レーダーですって？呼んでいる。ピンチの美女がこの俺を。そうは思わんか、新人君。ハンター隊ゲロルト隊長です。そう、一応隊長です。現時点では釣れないな、セイディちゃん。まあそこがいいんだけども。仕事に戻ります。あ、お仕事頑張ってね。んじゃあ行くぞ。未来の彼女が俺を呼んでいる。はい、待ってください。これはあなたへの依頼ではありません。捜索はハンター隊の得意とするところだ。べっぴんさん捜索はこの俺に任せとけ。まったくこの人は。ともかくお二人ともご武運を。この前お世話になったバースです。あの物資輸送での働きが認められて、私
正式に採用になったんです。れっきとした正隊員っすよ。ありがとうございます。それもこれもあなたのおかげ。これからは先輩って呼ぶっすよ。正隊員としてはあなたが先輩っすもん。おっ、暗い話。こんなに慕われるなんてそうそうないぜ。お前さては幸せ者だな、この子の。そんなわけで今回もお供するっす。早速ですが、何か聞きたいことないっすか。私情報部っすから何でも知ってますし、何でも答えるっすよ。労働区で、今は特別警戒区域か。あそこで女性の目撃情報があったって。その子は綺麗系か可愛い系か、それとも磨けば光る地味系女子か。いや、磨かなくてもいいんだ。女の子はみんなありのままで素敵だ。いえ、容姿の情報は特にないっす。ただ鬼道の隊員じゃないのは確かだって。おお、マジか。鬼道の女の子じゃねえときたか。でもあんな場所に一般の、それも女の人がいるもんですかね。呼んでいるぜ。まだ知らねえ出会いが、新たな出会いが俺を呼んでいる。ねえ先輩、ゲロルト隊長何しに来てるんです。何何、俺をもっと知りたいって。よしこい、バチこい。何でも聞いてくれよ。俺の目的はただ一つ、世界中の女の子を守ることだ。俺様ただいま絶賛フリー中につき、ありとあらゆる女の子が保護対象及び恋愛対象になるぜ。自信満々に言われても、それってつまりモテない。いやいや、なんでもないっす。仮にも隊長っすからね。何でも聞いてくれよ。もともと俺らハンター隊は獲物を追って旅から旅への狩人だったんだよ。それが光のせいであんなことになってな。獲物は化け物になっちまうし、火も水も大地も変わっちまった。このまま世界がぶっ壊れていくの黙って見てらんねえ。そう思ってよ。だからレオの旦那に未来を預けることにしたんだ。そうそう、もう一つ大事な話があるぜ。名付けて特別警戒区域に幽霊少女現る。幽霊、勘弁してくださいよ。私そういうの苦手なんす。そこの君たち、今女性の幽霊と言ったか。その話詳しく聞かせてほしい。頼む。ああ、俺も小耳に挟んだだけだが、超絶可愛い女の子の幽霊が出るって噂だ。そんな可愛い子ちゃんがさ、なんか知らんがさまよってるなんて聞いたらさ、しっかり供養してやりてえじゃねえか。そうか、噂か。参考になった。なあ、どういたしまして。あ、っていうか今のって誰だ。わからないっす。顔もよく見えなかったし。あ、そろそろ特別警戒区域っすよ。準備しましょう。到着したようですね。改めて任務の内容を確認しましょう。今回の任務は特別警戒区域での若い女性の捜索です。それらしい人物を見つけたらすぐに連絡を。
こいつは。お前たち止まれ。この先でしもべが群れてやがる。派手な戦闘になるから準備しろ。え、ゲロルト隊長、なんでわかるんですか？俺が生まれついての狩人だからさ。足跡、体毛、匂い、わずかな痕跡をたどり獲物を追い詰める。どう？今の俺渋くない？特に生まれついてってとこ。あと、とりあえずこの先に敵がいるんですね。了解っす。戦いの準備を。はっ、甘い。へっ、はっ、じゃあ世話になった。これなら、はあ、一安心です。聞こえますか？皆さんの周囲に光のしもべが多数いるのを確認しました。付近の敵を一掃してください。パーシはサポートをお願い。了解。再確認しましょう。任せろ。やれやれです。行きましょう。はっ、はっ、のぶっちゃぐれろ。はあ、元気出せって。いや、もう一頑張り。これなら。皆さんのおかげです。ここまで行方不明の女性について手がかりは見つかりませんでしたね。捜索範囲を広げましょう。光のしもべに気をつけて進んでください。よし、しもべは片付いたな。もうヘトヘトっす。手がかりなんもないし。ねえ、一旦戻った方がよくないっすか？何言ってんだ。このロケーションを見ろ。薄気味悪い教会ですよね。いかにもなんか出そう。そう、それいかにも行方不明の女の子が隠れてそうじゃん。ああ、そっち教会ってのがまたいいよな。助けてくれてありがとう。当然のことです、お嬢さん。なんて、そのまま永遠の愛を誓ったりなんかしちゃったりして。はいはい、ゲロルト隊長、調査行きますよ。あー、未来の花嫁ちゃん待っててね。あはあ、うん。先輩、そっちはどうすか？女の人はいました？こっちはダメだったっす。人はいたんすけど、おじさんでした。一体どこにいるんすかね。早く見つけてあげないと。先輩、今なんかゾクッと。ここ、そういえば幽霊が出るとか。ゲロルト隊長が。無理無理、私怖い話はダメなんす。早く見つけて帰りましょう。ありえねえ。先輩、あそこに誰か。ギブピザ発見！お嬢さん！誰？お嬢さん、
愛のラブハンター、このゲロルトが来たからにはもう大丈夫。怯えさせてどうすんすか。っていうか愛とラブかぶってるっすよ。意外と細けえのなパッションは。女の人見つけたらどうすんだっけ。無事発見したのですね。それでその女性の名前は。私はファニーと言います。でもどうして。この声は。気をつけろ、しもべが来るぞ。いいところなのに。しゃあねえ、ここは俺らに任すな。行きましょう。はっはっはあ。甘い。これなら。フライ。あとは任せろ。はっ。ディープ。へっ。はっ。これなら。ディープ。甘い。はっ。はあ。覚醒。はあ。これなら。うん。うまくいきましたね。あなたが無事でよかった。あの、どうして私を。運命の出会いです。違う、任務。任務っすよ。任務。そう、任務っすよ。私らは軌道で人を探す任務を受けたんす。あれ、そういえばそちらのあなたは。あれ、行っちゃった。お礼を言うべきなんですよね、きっと。でも帝都に戻るのは。帝都で何かあったんだな。こんな場所にいるんだ、理由があんだろ。話してくれよ。誰もいない場所へ行きたかったの。あの噂を聞かなくて済む場所へ。聞いたことないですか。あの光がタルパを狙って落ちたって噂。狙っただって。私たち労働者が消費もせず結婚もせず貧しいだけのお荷物だからって。だから神の裁きが落ちたんだって毎日そう言われて。それで私この場所に来たの。ここは光に破壊された場所よ。もしまた光が落ちても壊れるものはないわ。死ぬのは私だけ。つまり町を出て行けって言われたのか。一体誰に。議会の人たちです。だから私ここにいた方が。んなわけあるかい。ジジイどもの寝言なんか気にすんな。そうだよ、捜索任務があるんだもん。誰かがあなたのこと探してるんだ。私を。そんなわけないわ。だって私もともと親も兄弟もいないし、知り合いは多かったけれどみんなあの光にやられてしまったわ。移動兵団に。あの光がタルパを焼き尽くしてもう居場所はなくなったんだって思ってたの。帰る場所がないなんて悲しいこと言うなよ。誰もいない。そうそうよね。みんながいるならそこが私の故郷だもの。そうだともお嬢さん。たった今から俺のこの胸が君の故郷だ。マイハニーカモン。私、帝都に帰ってみる。もう一度
あの場所で生きてみるわ。皆さんありがとうございました。失礼します。あれ飛び込んでこない感じ。お疲れ様であります。あとは我々にお任せを。あ、ちょ待って、俺にも送らせて。ゲロルト隊長振られてやんの。ところでさっきの男は何者っすかね。人を探してたみたいっすけど、お目当てはファニーさんじゃなかったっぽいし、誰を探してたんすかね。ご苦労様でした。保護したファニーさんですが、すでにショップで働き始めたとか。熱心な人です。あなたに改めて挨拶をしたいと伝言を預かりました。テートにあるショップに向かってください。いらっしゃいませ。来てくれたのね。私ここで働かせてもらうことになったの。ゲロルト隊長が口を聞いてくれたのよ。帰る場所なんかないって君みたいに思ってるやつはいるから、君がお帰りなさいってここで迎えてやってくれって。ゲロルト隊長っていい人ね。もちろんあなたもね。本当にありがとう。そうそう、よかったらついでにお店を見ていかない。ジェムをはじめ機動兵団のお仕事に役立つ品物が揃っているわ。それと素材の交換もできるわ。クリスタとかマテリオとか。必要な時はいつでも来て。私はここにいるわ、これからずっとね。ファニーさんとは会えたようですね。きっと長い付き合いになるでしょう。いい機会です。お店の方もゆっくり見ておくといいと思います。任務はその後で構いません。ではまたあの場所でお会いしましょう。